で、トレンドの話を通りは自身のインスタグラムを更新して、11ヶ月の超長くする写真を公開したんですけど、写真を撮ったんですけど、成功11ヶ月になりましたと。うん。あと1ヶ月で1歳、ママの歴も1歳、高校1年、浦島さんの別に1ヶ月の試験時間でしたが、大変なことが、毎日近くでワーコンの成長を見られて、感動の連続が驚きでいっぱいですと。喜びを続けてるんですけど、ここに続けて、よく食べ、よく遊び、よく洗い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 、よく洗最近は飲食を口に入れてもお話します。これから美しく続けさせてねと。うん、印。コメントで、奥さんの私はその一枚写真をアップしたってことなんですけど、こいつが思ったんですけど、うん。うん、俺と不倫しねえか。っていうことなんですよね。うん。なんでかっていうとね、うん。でもね、まだまだ橋本なのに美しいですね。うん。不倫、結構、うん。あれなんだよな。やっぱさ、刺激がね、今ないと思うんですよね。今、国民の愛人なんて言われてたけどもね、刺激のある芸能界で今はもう家庭に入って落ち着いちゃってるじゃないですか。やっぱり、あそこの味を忘れたと思うんですよね。だから俺はあそこの味を思い出せたいなっていうね、うん、ふうに思いますね。だから、俺の愛人になった方が、うん、多分、刺激的な毎日、味わえると思うから、うん、橋本真奈美は俺の愛人になってみないかっていう、まあ、提案ですね。うん。